はいどうもこちくらいです。プロスペースやっていきましょう。というわけで今回はこちらでございます。はい、というわけで今回ですね、昨日から始まっているミリオンマネジメントの動画なんですけれども、現在のランキングがなんと8位でございます。はい、まあ、昨日の生放送の中で20位までね上げていたんですが、そこからちょっとまたランキングを上げまして8位まで持ってきて今撮影をしております。はい、で今回は累計の報酬をね全部引いていこうかなというふうに思うんですが、まあ、ちょっとその前に今回の変更点だったりとか、あと商品ラジオの話とかね、毎度のことながらしていきたいなというふうに思います。まあ、今回のこのイベントは累計が S ランク 10% と 30% というところで、結構あんまりやる気がないよって方も結構ちらほらコメントでもね、あったりはしたんですけど、まあこのイベントは自然回復でもそのコストとスタミナが別になってますので、このイベントコストですね、 V ロードとか試練とかで使うスタミナとは別物になってるので、まあ、無課金の方でもとりあえず自然回復分だけでもいいので絶対ね、やるべきかなというふうには思います。まあ、30% まで届かないにしてもエナジーだったりとか、A ランクの回収は非常に大きいと思いますので、そこはやるべきかとは思います。はい、で、今回のエナジーのまず消費からお話しようかな。累計までの消費としては大体200個ぐらい、消費いたしました。はい、っていうのもまあ僕はかなり自動がメインになっていて、あとちょこちょこ負けたりもしてるので、まあ本当は多分もうちょっと抑えられると思います。そして自操作すればもっともっと抑えられるというふうには思いますので、まあ回収分で考えると3、5で8、13、2、18、23、2、33で43、53、68、2、83かな、83エナジー累計までで帰ってきてるよと。であと多分ボックスの中にはこのランダムボックス分がね入ったりもしてるんですが、まあそんな感じで大体まあ100個前後ぐらいの消費で終わるんじゃないかなというふうに思います。まあ、それで 30% 10% とか取れたりもするし、 A ランク契約書もねたくさんもらえますので、まあ非常に別にいいイベントかなというふうには個人的には思います。ただまあこのイベントのデメリットとしては、やっぱり自分のオーダーの育成ができない、ここに限ると思います。で、あと結構ご質問いただくのが、利益率どれぐらいで回るのが効率いいんですかとか、経費どうやって削減するべきですかとか、まあ、そういうところの話がメインになるかなというふうに思うんですけど、まあもうこれはもう利益率に関しても、基本的に勝てること、勝てるスピリッツの範囲内で、まあ一番その利益率が高い形が一番いいと思います。まあ僕も最高で持ってきても、まあ 70%、69% とかかなというふうには思ってます。まあ、自操作メインの方であれば利益率高めでスピリッツを落としてケース削りながら、うまく自操作して勝っていくってことはできると思うんですけど、まあ、自動メインだとどうしても 60% ちょいぐらいが限界値になるのかななんていうふうに思います。で、今ちょっと僕はこのタイミング仮契約の選手を貯めている状態ではあるので、今スカウトマンがね2人雇われてる感じになってるんですけど、まあ、仮契約が20とか25とかいう状態でもう結構パンパンな状態であった場合はスカウトを本当にゼロにしてます。それによって経費がね、今ここ700で出てるんですけど、これが削られるというところで、経費は削れば削るほど利益率が上がっていきますというところなので、まあ、ここは非常に大きいかなと思います。大きな要素になってるかなというふうには思います。はい、でまあスピリッツどれぐらいで回ってますか、どんなオーダーで回ってますかとかいうご質問を結構いただくんですけど、今現状これが5万1000の相手が出てきてるんですけど、このレジェンドランクに関しては5万3000ぐらいが上限値になってます。なのでまあ自分のスピリッツが5万3000以上、まあ、そして5万5000ぐらいあれば安定して勝てるかなというふうには思いますが、まあ、ちょっと今は若干低めな、効率重視オーダーにはなってるかなというところですかね。はい、まあ、基本的にはそうだな、まあ、野手ベンチ枠、そして投手もまあ中継ぎ3、4とか、あとはベンチ枠に D ランクとかを入れていくと、まあ、うまくね、回せるんじゃないかなというふうには思います。勝ちながらスピリッツも落としながらという感じで、回せる理想の形になるんじゃないかなと思います。まあ、このタイミングだったらもうちょっと契約して、スイッチ上げないといけないなという段階かなというところですね。はい、まあ、ちょっとそこは後でやりますので、まあ、そこは一旦いいとして、まあ、とりあえず利益率 60% でも 50% 台の方はちょっと一回いろいろ見直した方がいいかもしれないかなというところですね。まあ、最低でも 60% 以上は絶対、まあ、どんだけちょっと自動効率重視って考えていったとしても 60% はあっていいと思いますので、まあ、そこは絶対に確保すべきかなと思います。で、あとはここですね、球団施設どうしてますかみたいなご質問をいただくんですけど、僕はずっと言ってるのがこのグッズ売り場が最優先ですと。はい、まあ、ここも一応、トップランクとかミドルランクとかのクリアが条件になって解放されたりもするんですけど、まあ、とりあえずここをまずはレベルマックスにしましょうと。このグラウンドブルペンに関してはもう人それぞれお任せです。まあ、正直なところ累計までで終わらせればいいや、累計まで終わればいいやという方は、
所持球団資金にそんなにこだわる必要がなくて、累計獲得球団資金にこだわる必要があるので、まあ、グラウンドブルペン別に全然上げても問題ないんですけど、ランキング走る方はこの所持球団資金が最終ランキングの順位になりますので、まあ、ここに、まあ、できる限り使わない方がいいっていう方もいると思いますので、まあ、そこは、うん、まあ、正直お任せかなと思います。ただまあ僕の場合は一応全部上げときましたという感じではございます。はい、であとはまあそれぐらいかな。あ、今ランキングが抜かれてる、ランキングが抜かれたっていう感じですね。あとは、まあ、今僕の今回狙いとして、木塚選手が狙いになるわけですが、木塚選手が残念ながらちょっと限界突破僕できないので、まあ、ちょっと今回のこの契約書開封の結果次第、あとは後半30連次第で、まあ、ランキングの着地点を決めないといけないかなと思います。まあ、60連でとりあえず1枚本体は取れるんですが、まあ要はその調算で取りに行くべきなのか、限界突破が何回できるのかとか、そういうところによっても変わってくるので、いやどうしようかなというところではございます。まあ一応20位を目指して調算で木塚さんを確保しに行くっていう選択肢も確かにはあるんですけど、まあちょっと本当に難しい。今ここで獲得した 10% 30% で木塚さんが出るかとか、あとは A ランクのランダムの TS 契約書の中から木塚さんが出ればラッキーだしという感じですね。じゃあとりあえず契約書開封いきましょう。今回別にボーナスとかもないので、もう全部この動画でまとめて受け取ります。はい、そしたらフェスタのがちょっとちらほらとあるんですけど、まあこれはまた後ほど。でも99プラスになっちゃってるんで1回エナジー受け取りますか。はい、で下の方にあるかな、 A ランクの、そうだな、そしたらランダムの A ランク TS 契約書からいきますか。これ1枚かな、あ、2枚か。うん、これをいきましょう。この2枚で木塚さんが出たら熱い。いきましょう、頼む、来てくれ。どっちかで木塚さん来てくれ。もう飛ばします。片岡さん、成瀬さん、残念。まあランダムからは出なかったと。まあ実質これでね、1枚出れば限界突破コーチが引けたようなもんなんですけど、まあ残念、しょうがない。 OK です。じゃあもうここはとりあえずまず、そうですね、まあでも自チームは置いといて後ででもいいか、どうせ取る選手は決まってるので、まあ、ここは木塚さんで2枚取るとして、じゃあまず 10% いきますか。 10% いきましょう。 10%30% で木塚さんの A ランクもしくは S ランクが出れば大勝利です。よろしくお願いします。限界突破部分でいうとあと誰が進むんだろう。でも今回の TS はそんなに正直なーっていう感じなんで、まあ、吉見さん、山口さん、ラミレス監督ぐらいかな、欲しいところで言ったら。あー、 A ランクの山鉄、まあちょっと今回なかなか引けなさそうですしね。しかも A ランクも1枚目なんで、現役の A ランクも取ってないですし、って感じですね。はい、じゃあ 30% いきましょう。ここで木塚さん、ぜひお願いします。自分の体を楽にするためにはここで木塚さんを引きたい、頼む。ここで木塚さんを引ければ、A ランク自チーム契約書で2枚でしょ、 2凸で、ここで1枚引けたら3凸で、ガチャで60連で4凸で、でランキング1000円いけば A ランク自チーム契約書もあるんで5凸で、もう完璧なんですよね。まあ称号用はないけど、まあ、そこはしょうがない。正直木塚さんもとりあえず称号は勝利の下が狙いになると思うので。お、割れた、 30% 引いちゃった。3、また今岡さん、マジか。いや、やっぱ無欲が一番強いですね。 S ランク全然今願ってなかったもんな。 S ランクである人は正直全然なかったのに、そして今岡さんを2枚引いていくっていう、まあ要はまだ40連目以降引いてないですし、30連目までで TS1 枚で今岡さんしか出てないんですけど、まさかの今岡さんももう1枚出るっていうね。いや本当に最近阪神の日やばいな。 OK です。まあでも S が出たんでこれはありがたく受け取りましょう。まあこれはミキサー要因かな。ミキサー用の S ランクもそんなに余裕があるわけではないので、まあこれはありがたく受け取っておきますと。でまあ自チーム TS 契約書が、まあこれは木塚さん2枚取るとして、で60連目で木塚さんがもう1枚は確定と、まあ調査までは確定という感じですかね。ただでもまあ60連目まで回していった中で、当然ながら木塚さんの A ランクが出る可能性もあるしっていうところは、ちょっと次回の動画で、まあ結果が出るかなと思うんですけど、まあ木塚さん木塚さんをとりあえず限界突破は進めたいから、
いやどうすっかな、ちょもう一回乗り組みを。でも一応これあれなんですよね、球威制球の同値が狙える可能性はあるんですよね。それが DNA 純粋に果たして必要なのかとかちょっとまた改めて見極めないといけないんですけど、まあランキングでこのまま走り続けて20位以内入って調算で取って称号用1枚まで確保する。あもう2枚か多分、あ違うか、ランキング20位だったら A ランク自チーム契約書はないかので、そうですね、うん、こんなになっちゃうので TS 契約書、 S ランクの TS 契約書になっちゃうので、まあ本当は100位が一番美味しいのかな、個人的には。100位でいいか、100位でいい気がするな。こことここの差って2回の限界突破の差なんですよ。超1じゃないですか、実質 A ランク自チーム TS 契約書で、まあ、1枚超1っていう感じになるので、どうすっかな、難しいところだな。まあ、本体をガチャで取って、100位に入り S ランク自チーム TS 契約書、まあ、100位じゃなくても500位でもいいな、そんなに S ランクの TS 契約書も別に欲しいわけでもないし、まあ、それが1000位でもいいのか、別に1000位でもいっちゃいいし、だからここからここまでがもう超1、超2の差しかないのかっていう感じですね。まあ、いつも通りのことではあるんですけど、まあ、A ランク自チーム契約書がこれでまあここまで入れば3枚、そしてガチャで超4、まあそっか、それで限界突破工事1枚で済むんだもんな。まあ、ちょっと難しいところですが、まあ、改めてちょっといろいろ考えましょう。でも請求、球威請求の同調を本当に狙いに行きたいんだったら、まあ多分20位狙うと思います。はい、という感じでちょっといろいろ考察しながらの動画になったんですけど、まあ、とりあえずミリオンマネジメント、まあ、S ランク 30% 1枚出ましたんでよかったかなと思います。なかなか最近ちょっと確率契約者勝ってなかったのでよかったかなと思います。まあちょっと今岡さん2枚はもうちょっと阪神集めろというお告げな気もするんですけど、まあとりあえず今回はここで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。まあミリオンマネジメントね走ってるよって方はぜひぜひ、今現在何位でね最終的に何位を目指してるよみたいなコメントとかもねぜひぜひいただければというふうに思います。まあ累計終わってる方が今どこまでいるのかなっていうのはちょっとまだあれなんですけど、でもそんなになんか今回走る方は多くなさそうなイメージではあるんですけど、まあちょっとそこもまたボーダーとかも含めて今後ね動画出していければというふうに思います。はい、まあ、そんな感じで今回動画以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひともねこれからプロスペースの動画楽しみにガンガン投資をという方は高評価チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。